アリス、現代、アリス・イン・ワンダーランドは、不思議の国のアリスを原作とする、ウォルト・ディズニープロダクション制作の長編アニメーション A。ウォルト・ディズニーは1930年代より、長編制作の第一候補として挙げていた。ある日の昼下がり、静かな川辺の野原で、アリスは、姉と一緒に、歴史の本を読んでいたが、すっかり退屈しており、姉の目を盗んで、 飼い猫のダイナと一緒に川のほとりでくつろいでいた。その時、アリスは直帰を着ている白ウサギが大きな懐中時計を持って走り去るのを見て、必死で白ウサギを追いかけた。彼女は白ウサギを追ううちに大きなトンネルまで入ったが、その先にあった大きな穴に落ちた。一番下まで落ちると、白ウサギが走っているのを見つけて、アリスは追いかけ、奇妙な空間の部屋にたどり着く。 そこには小さいドアがあったので開けようとしたが、取っ手が喋って大きすぎて入れないから無理と言われた。アリスがどうしようかと悩んでいたところ、ふいにガラスのテーブルが出てきた。テーブルの上には瓶があって、そこには一切れの紙に私を飲んでと書いてあった。アリスがそれを飲むと身長が約三センチメートルに縮んだ。そこでアリスはドアを開けようとしたが、肝心な鍵を テーブル上に忘れていたのでまた入れなかった。アリスがまた悩んだところ、今度はクッキーがたくさん入った箱が不意に出てきた。そのクッキーには、私を食べてと書いてあり、アリスがそれを食べると、部屋に突っかえるほど大きくなった。それに驚いたアリスが泣き出したため、部屋は涙で水浸しになり、彼女はとっさに、さっきの瓶の中身の残りを飲んだ。そして、瓶の中に入り込み、 喋った取っ手の鍵穴を通り抜ける。流れ着いた海岸では、堂々鳥たちが降下スレースをしていた。アリスはそれに加わったが、白ウサギを見てまた追いかける。その途中で、アリスは、トゥイードルディとトゥイードルダムに出会い、遊びに誘われるが一度は断る。しかし諦めない二人は粘って、ウチと大工さんの話を聞かせることに成功した。 二人で遊び出したのを機にその場を離れたアリスは、その後、白ウサギの家にたどり着く。そこでアリスは、手袋を取ってきてと白ウサギに言われ、家の中に入った。手袋を見つけたアリスが、二階にあったクッキーを食べて、しまうと、彼女は家に突っかえてしまうほど大きくなり、白ウサギは驚いて逃げ出してしまう。そこへ、白ギと共に堂々鳥が現れて、 魔物を退治するという名目で通りかかった煙突掃除のトカゲ、ビルを家に送り込むが、アリスがススにむせたため、煙突から飛び出し行方不明になってしまう。それを見た、堂々鳥は、家を焼き払おうとアリスが大きくなった際に蹴り出した家具を壊し、マッチで火をつけてしまう。しかし道道鳥が火を大きくしようと薬気になっている間にアリスは、人参畑に気づき、そのうちの一本を食べて、 以前より縮んだ。逃げた白ウサギを追いかける途中で見失い、アリスは喋るお花たちに出会い、その歌を聞く。しかし、お花たちはアリスを雑草だと誤解し、アリスはお花たちに追い出された。その後イモムシに出会い、不思議な詩を聞かされたアリス。せめて身長を七センチメートルくらいにしたいと言ったことがきっかけでイモムシを怒らせてしまうも。 その怒りで蝶々へ変貌した彼から大きくなるアドバイスを聞く。それを受けて大きくなりすぎたりしたものの、アドバイス通りにマッシュルームを交互に食べながら無事望んだ大きさになったアリス。その後アリスはチェシャ猫に出会い、彼に言われてマットハッター、怒り防帽子屋と三月うさぎ、眠りネズミのところに行った。そこでは誕生日じゃない日、何でもない日をお祝いするという、 おかしなお茶会をしていた。アリスは、白ウサギの行方を聞くべくそのお茶会に加わるが、なかなか話が通じない。そこへ乱入してきた白ウサギがマットハッターに時計を壊され、失意をあらわわにしながらも、遅刻遅刻と走り出したのを追いかけるも、途中で道に迷ってしまい、アリスはとうとう白ウサギを追いかけるのを諦めた。そこへ、突然、チェイシャネコが現れ、このりの道は、 女王のものだとアリスに教える。アリスがハートの女王と会ったことがないと知ると、チェシャネコはハートの女王に会うなら、俺は近道を通ると言って、アリスをトランプの国に誘い込む。庭の生垣の迷路で、アリスは白いバラに赤いペンキを塗っている三人のトランプ兵たちに会う。そして、そこへやってきたハートの女王に出会い、クローケーゲームに招待された。それは、 フラミンゴをクローケ系ー代わりに、そして、ハリネズミをボール代わりに使うという、おかしなゲームだった。どうにか、うまくいくも、途中で不意に出くわした、チェシャネコのせいで、ハートの女王といざござを起こしてしまい、アリスは、裁判にかけられる。アリスは、お茶会の三人を証人として呼んだおかしな、裁判のやりとりにイライラし、騒動の元凶とも言えるチェシャネコの存在を告げた際に、 暴れ出した眠りネズミがきっかけでさらに騒ぎが大きくなってしまう。そこで持っていたマッシュルームを両方食べて大きくなり、ハートの女王に向かってデブでわがままで定位置の悪い暴君と主張するも結局追い回される。しかし喋るとってにたどり着いたアリスは自分が眠っているだけなのだと知ると起きるのよと呼びかける。うなされている自分を呼ぶ姉の声で目が覚めたアリスは目を覚まして 死の暗証をしなさいと言われた際、イモムシが教えてくれた死を暗証したことで姉に、あなたは夢を見たのねと言われ、お茶の時間に誘われるのだった。1984年から1987年に発売されたソフト以下、ポニー版、バンダイ版、1991年から2005年に発売されたソフト以下、ブブ版初代、そして2005年以降に発売されているソフト、 以下、ブーブバーン2代目。パッケージの裏面に音声が変更されていることが表記されている。では、音声の一部が差し替えられ内容が異なっている。また、一部のキャラクター名や固有名詞の訳語も変更されている。本作には、リプライズを除き、17曲の挿入歌が使用されている。映画の制作当時、これらの17曲以外にも、複数の曲が制作されていたが、 結局、不採用にされて、長らく日の目を見ることはなかった。1999年、アメリカ合衆国で発売された DVD 版に特典映像としてボッツになった曲の一つ、I am what? チェシャネコのテーマソングが収録された。当時、オリジナル版の映画、1951年でチェシャネコの声を演じたスターリング・ホロウェイは1992年で、 亡くなっており、1989年に、すでに引退していた、代役としてジム・カミングスが、チェシャネコの歌声を担当した。カミングスは他にも、ホロウェイの持ち役、クマノプーさん、プー、ジャングルブック、カーを受け継いでいる。日本では2005年発売の、不思議の国のアリススペシャルエディションに収録されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。